だヒトデツなエドリオアスターアイディアは極秘動物の分類群の一つ。出現はエディアカラキか、カンブリアキだと考えられ、古生代の終わりに絶滅した。体制は単純で無数の小さな板で構成された殻を持ち、仮面は気質に付着するための構造になっている。伸び縮みする殻を持つグループもある。上面の中央には口があり、5本の二帯が放射状に伸びる。 二重は直線に伸びる種も曲がって伸びる種もあるが、曲がって伸びる場合は1から2本が逆向きに曲がり、肛門を囲むような形をとることが多い。二重は上方帯板と下方帯板から構成され、その間は食物粒子の通路となっている。肛門は口の少し斜め下に開き、三角形の板で囲まれた円錐状になる。殻の仮面は板で覆われない。 カンブリア期には低質を乱す生物が少なかったことから当時のザヒトデルイは固くしまった低質状に直接付着していた。だがオルドビス期になると低質を上乱する生物が増えてきたことから多くの種は岩や貝殻などの固い気質に付着するようになった。他の生物の表面に付着する種も知られている。イソラフィダベル1976 円盤状の殻を持ち、その辺縁部がよく発達する。オルドビスキを超えて生存したのはこのグループのみである。ありがとうございます。